まだ6面白いぞ、普通に。普通に面白いぞ。あー、ということで、じゃあ、ここで、第7章終了ですね。普通に面白いんだが、ストーリー気になるんだが、どこで賛否分かれたのかな。いや、8章、凶暴、やっていきます。あ、染谷さんだ。登場会か。カムロ町の構想はどうなんだ、登場会さん。いつまで長引かせるんだ。時期終わりますよ。関東一円の頭の皆さんにはお騒がせしてます。こうやって親睦ってのも結構だが、登場会がいつまでも中国人に舐められてちゃ関西に隙見せることになる。カムロ町は関東ヤクザの顔なんだ。しっかりしてもらわねえとな。いやね、俺らはあんたみたいな若い人に頑張ってもらいてえと思ってんだよ。諸先輩方には俺みたいな弱輩を同席させていただいて感謝しています。噂じゃ堂島の竜がカムロ町に来てんだって。さすがお耳が早いですね。都政を抜けた人間にいつまでもでかい面させちゃダメだよ。これからの登場会は染谷さん、あんたの時代だろうが、そろそろあの老害には引っ込んでもらいなよ。老害って菅井さん。老害、そりゃそうだろうがよ。菅井さんのことよ。昔はすげえ国道だったかもしれねえが、もう過去の話だ。あ、ちょ待って、なんか怖い。男ってのは何をやってきたかじゃねえ。後ろ。何をするかだ。口だけの老害の出る幕じゃねえってことよ。後ろ。よ、もうその辺で。なんだよ。おい。こわ。ちょ、急に来るから本当に。ちょっと血にまみれた小栗旬もちょっとかっこいいって思っちゃうな。かっこいいわ。なるほどな。それじゃあ結局、うん、例の達川がなぜ殺されたのか分からずじまいか、うん、命がけでアジア街に乗り込んだにしちゃ見返りが少なかったな。いやでも最後からトップに入ったから。だが達川が何らかのことで中国マフィアを裏切って殺されたってことまでは分かった。もしかしたらそこに遥の事故が絡んでくるのかもしれない。なんだ、それじゃあ西洋界の中国人たちが達川と関係のあった遥とその赤ん坊を見せしめに殺そうとしたってことか。もしそういうことならもう遥とカムロ町に連れてくるわけにはいかない。伊達さんが遥を警察病院に移してくれていたのもいい判断だった。何にしてもまだ達川って男にはわからねえことが多すぎる。それを確かめるためにも俺は今夜ローとまた会うつもりだ。そうか。しかし達川にしても舛添ってのにしても中国マフィアが広島に潜り込んでたわけだよな、うん、広島に何があるってんだ。秘密があるって言ってたんだ。伊達さんにもわからねえか。はあ、なんかもう言葉も出ねえ。いつの間にか俺らの周りに中国マフィアが紛れ込んでたなんてよ。達川なんて俺はガキの頃から知ってたんす。もう誰を信じていいのかわかんねえ。ローの言ってた尾道の秘密ってのも何なんですかね、うん、さあな。だが俺が今知りたいのは西洋会が達川を殺した背景だけだ。それが遥の事故と関係ねってんならもう俺らが西洋会の首を突っ込む理由はない。そこさえ知れれば。ん、お前は染谷さん。染谷、踊れ。おい、こんなとこでよせ。まさか東京に来てまで踊れの面拝まされるとはの。何の用じゃこれ。
カムロ町の女の味はどうでした？南雲さん、広島の田舎じゃ味わえないもんだったでしょう。桐生さんたちがホストクラブにいる間、お楽しみだったとか。なんで知っとるの？なんでそがなこと知っとるんじゃ。ここは俺ら登場会の街ですよ。お忘れですか？え、でも風俗ってあれじゃないの？あんたが店でどんなプレイしてたの？人工派が今いろいろ買いまくってんじゃないの？おどれこのクソガキ。何しに来た染谷？お前は登場会の手下に俺を襲わせるだけで高みの見物だと思ってたがな。そうだよ、キルちゃんと思ってきて。今日は4代目にお願いがあってきたんです。悪い話じゃありませんよ。何？単刀直入に言います、4代目、この俺と手を組んじゃもらえませんか？あれ、もうタイトル返しが来る。凶暴ってあなたとですか？4代目は昨夜西王会総帥の牢に遭われましたよね。アジア街に牢が姿を現したと聞いています。同じ頃、登場会の門がアジア街に入っていく4代目を見たと報告をしてきました。それで牢と次に会うのはいつです？その時に俺を牢と引き合わせてもらえませんかね？一人で来いって言ってたから。何を企んでる？ご存知の通り、登場会は今牢の最王会とドンパチの真っ最中です。お互いまだまだ流れる血が足りねえってんで、終わりの見えねえ泥沼だ。ところが手打ちにしようにも、牢はある事件が起きて以来ずっと地下に潜っちまって足取りがつかめないでいる。ある事件聞いてませんかね？やつの息子ジミー・ローがカムロ町で殺された件です。あ、ジミー・ロー殺されたって話知ってるけど、カムロ町での実動部隊を動かす最王会の幹部でした。はいはい、あ、ここ掘り起こされると。ゆくゆくはローの後継者となるはずが、町の片隅でゴミみてえに殺されたんですよ。登場会が殺したのか、ローの息子。刑事さんの前でヤバなこと聞かないでください。私が伊達さんいるんだった。どの道証拠がなきゃ警察は動けねえんだ。誰がジミー・ローを殺したのか知りませんよ。ただローは登場会がその殺しに絡んでいると思っている。だから登場会と西王会の抗争に幕引くには、この俺がローと会う必要があるんです。俺をローと会わせてください、四代目。たまにはあんたも登場会のために役に立ってくださいよ。うわぁ、ムカつくけどかっこいい。兄貴が踊れなんぞの言うことを聞く気ではな。おい兄貴はの、ローから大事な話を聞かんといけんのんじゃ。それじゃやっぱりまたローと会うことになってるわけだ。あ？ソメヤ、その前に一つ答えろ。聞いた噂なんだがな、アジア街を焼き払って西洋界をカムロ町に引き込んだ人間が登場界内部にいるらしい。菅井さんじゃないの？この話聞いたことはありますね。その噂によれば、西洋界を引き込んだ人間ってのは菅井さんと俺です。 あなたもなの？その後お前らは西洋界とグルになってカムロ町の抗争を演出した。警察は抗争の責任を登場会6代目に押し付けて逮捕し、うん、おかげで菅井とお前は登場会の実権を握ることができた。大悟を貶めやがって。作り物だった西洋会との抗争に本物の火がついちまったってことなんじゃねえのか。俺が聞いた噂によればの話だがな。もしその噂が本当なら、俺や菅井さんは登場会の親に弓引いた裏切り者ってことになっちゃいますよ。馬鹿げた話です。ご質問には答えましたよ、四代目。それでどうします？協力してもらえるんですか？いいだろう。夜になったらまた。あ、マジで連れてくの？店に来い。ローのところへ案内する、うん、兄貴ちょっと、ええんですか？ただしローには今夜そうそう俺一人で会うことになっていた、はい、その約束を破る以上何が起きてもおかしくはない。結構ですよ。
ありがとうございます、四代目。兄貴、行けよ。あのソミヤの下道は、抗争相手の牢をやる気じゃ。もし、そがな真似されたら、もう牢から立川の話聞けんようになる。ああ。だが、だからこそ、俺はソミヤと一緒に動くんだ。あのソメヤって男は危険すぎる。いつ何をしでかすかわからねえ。狂犬は話し飼いにするより近くで見張ってる方がいい。狂犬で聞くとマジワの兄さんもいいですよね。なるほど。孫子曰く、友を近くに置け、敵はもっと近くに置けってやつですか。なんならそら、かっこいいじゃないの。キルさん、夜になったらまたあのソメヤが来ます。あいつを連れてローのところへ行けば何が起きてもおかしくありません。キルさんは今のうちにいろいろ準備しといた方がいいですよ。じゃあな、ちょっとそうだな。食料買い込んだりいろいろしとかね。わしらはここで待っとります。広島の方も気になりますけ、駄菓子屋や松永と連絡取っていろいろ聞いときますわ。ソメヤが来るまでに準備を済ませよ。今夜はまた厄介なことになりそうだ。あ、今回ここまでかな。いやー、めっちゃ進んだわ。1時間15分ぐらいぶっ通しでね、動画を撮ってたんですけれども、めっちゃ進んだな。面白いな。あ、今回はここまでにしておこうか。まだあれだよね、あの広島の街と行き来はできたりはしないよね。ちょっとタクシー乗り場チェック。初乗り料金な。あ、そうだね。あ、そうだ、あと人物確認しておきますか。またよろビッグローとかいろいろ追加されてると思うので、人物紹介。マス添えがね、まさかの最王界の人間だったっていうのはびっくりですよね。あ、いたいたいた。ビッグロー、中国マフィア最王界総帥。大火災後のアジア街をわずかな期間で再建し本拠地にしている。カムロ町支配をめぐって東城会との抗争を繰り広げる中、息子であるジミーロを殺害された。その一方でマスドや達川など兵配地と呼ばれる 無国籍の中国人たちを何年も前から陽明連合会へ潜り込ませており、尾道と根深く関係している様子と、まあ、多分尾道の秘密っていうのに関わってくるんだろうだとは思うのですが、ということで、じゃあここまでにします。お疲れ様でした。